皆さんこんにちは、ちんたんあさきです。本日は奈良市木寺町にございます 2LDK の物件のご紹介となっております。こちら2階のお部屋ということでですね、こちらの専用の階段を上ってきたところにリビングがございます。下にはですね、シューズボックスがついた玄関スペースがございます。お部屋の方がこちらですね。まずこちらの白で統一されたとても爽やかなキッチンですね。コンロは IH の2口コンロ、シンクの両サイドに作業スペースございますので、お料理もね大変快適に行っていただけます。また収納の方も上下にしっかりとございまして、はい、かなりのね調理器具しっかりと収納がしていただけます。レンジフードも大きなものがついてますね。また後ろ側のねスペース、そしてサイドのスペースもしっかりとございますので、冷蔵庫、そして食器棚なんかも並べておいていただけます。またこのカウンターのね後ろ側も、こういった小物などを飾っていただける棚もついておりますので、とっても便利ですね。リビングの方も、大きなねダイニングテーブルやソファーなんかも一緒に置いていただける大きなスペースが確保されております。またねエアコンも1台つけていただいておりますので、初期費用も大変抑えられますね。そしてバルコニーの方、南向きのお部屋となっております。こういう形でお洗濯物も、大変ねゆったりと干していただけるようになっております。隣のお部屋もですね、つなげてこう使っていただくことができるようになっておりまして、こちら約1軒ほどのですねクローゼット収納がついております。間にですね、このような半透明の引き戸ございますので、このように閉めていただきますと、別々のお部屋としてももちろん使っていただけるようになっております。さあこちらにですねモニター付きのインターホン、このようについておりますので、わざわざね1階に降りなくてもこちらで確認がしていただけるようになっております。そして水回りの方なんですが、まず、こちらウォシュレット付きのお手洗いですね。そしてお隣に洗面スペースございまして、正面が洗濯機を置いていただけるスペース、上にはですね洗剤やタオルなどを置いていただけます。さあ、洗面スペースがこちらですね。かなりね、大きなサイズになってますので、お二人同時にでも使っていただけそうです。シャンプーブラシはもちろんついてますので、お掃除も大変しやすいですね。そして浴室の方はこちらですね。なんと足を伸ばしてご入浴いただけるとっても大きな一坪浴槽が入っております。パネルもね、グリーンのおしゃれな色合いになっておりまして、上の方には浴室乾燥もついておりますので、ボタン一つで調節が簡単にしていただけるようになっております。もう一つのお部屋も、こちら洋室のお部屋となっております。こちらにはですね、大変大きな、クローゼット収納ございます。両サイドにハンガーパイプがついております。ウォークインクローゼットとなっております。 2LDK の間取りということで、小さなお子さんいらっしゃるご家族の方にも大変おすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のモーゼラス奈良心賃貸の席では、皆様のお忙しを全力でサポートいたします。以上で紹介させていただきました。奈良のもてなしの心賃貸の先では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。